こんばんは、ティモンさんです。ゲーム作っていきまーす。さあ、前回ね、ビル作りのビルがですね、非常に売れましたね。なんで、お金は非常にあるんですけども。さあ、何開発しようかな、次な。本当はね、このプレイステータスから、次のね、このね、ラボリューション。ね、ちょっと行きたいんだけども、25億がちょっとないんで、ちょっとまた新しいゲーム作って、試していこうか。ってなったら、次は、前回ビル建築だったんで、そうだな。うわ、すごいいっぱいあるじゃん。タイムスリップスパイ。水泳、相撲。いいじゃん、いっぱいあるじゃん。ゴルフ。いいじゃん。めっちゃあるじゃん、これ。ゴルフなんかもう、一発でしょ。ミンゴルやらいいんでしょ？ミンゴルって、なんだ？ミンゴルってどれなんだ？どれなんだ？ミンゴルって。体感ゲームなのか？違うか？なんだ？ミンゴルじゃないのか？なんだ？何作りゃいいんだ？俺は一体何作りゃいいんだ？ちょっと松茸作るか。松茸をひたすら育てるゲームとか作るか？松茸育成シミュレーション。クオリティ重視で作ってみよう。OK。あ、待って。お金あるからちょっと予算増額でもいいな。予算増額しよう。これでいこう。でもこれもリアルさでいいな。もうこれもこれでいこう。松茸をとにかくリアルに育っていこう。OK、決定。さあ、企画誰にやってもらおうか。とにかく松茸をやっていこう。あ、藤山さんなんか一番いいよ。松茸のためのいい案が浮かんでたんですよ。そう思ったよ、俺。そんな感じしたもん、やっぱり。松茸に対してのいい案浮かんでそうな感じしたもんな、やっぱりな。いいよ、いいよ。いいよ、いいよ。非常にいいよ。おい。お前よ。お、とてもいい組み合わせ。マジか。まさか。ちょっとふざけて作った。いいとか言われても。そんな気概で作ってないよ。社長、サウンドアップ。挑戦費用7000万。あ、でもいいな。言ってもらおう。お、20でいいんだ。言ってもらおう。80%。いいよ、いいよ。オッケー。どんくらい伸びるかね。杉本浩二か。うわ、すごいすごい。かなり上がっちゃって。もう参っちゃって。32アップ。さあ、まさかの松茸育成シミュレーション、音楽がいいゲームになってきたな。音楽がいいゲームってなんだよ。さあ、グラフィックがね、誰にさせようかな。あ、杉本さん結局いいな。松茸のゲーム、これは面白そうだ。やっぱ結局松茸は全部杉本さんに任しちゃうな、やっぱりな。内容が松茸とはみんなやっぱ驚いてんだな。内容が松茸とはもうちょい追加。まだいけんじゃない杉本さん。おーし、いいね、いいね、いいね。松茸のグラフィックって何なんだろうな。いいよ、だいぶいいよ。ビル作りのビル、928万本。すごいな。928万本売れたゲームって半端ないけどな。スーパーマリオぐらい売れてんじゃないか。ビル作りのビル。マリオと同じぐらい売れてんのか。さあ、音楽。フランソワーズ・ハナ、大地智子。まあ、大地智子かな、結局。外注で、ちょっと、ミルク・プリンスキーに頼んでみるか。ちょっと外注で。任せてみよう。やっぱ音楽がいいゲームにしよう。やっぱ、海外のアーティストに松茸の、やっぱ魅力をさ、いい案が浮かんできたって。海外のアーティストにやっぱこう、ああ、いいね、いいね。いいじゃん、いいじゃん。おー、いいね、いいね。海外のアーティストに松茸の良さっていうのをさ、音楽から訴えてもらおうよ。だいぶ遠回りだけど、あ、音楽がいいゲームだったな。そうだよね、やっぱこの松茸育成ゲーム、めっちゃ並んでる。松茸育成ゲームにすげえ人が並んでる。ああ、よく似たものが集められた。くそ嘘だろ。松茸育成ゲーム他にも使ったやつがいいのかよ。マジかよ。発想が変わることあんのかよ、松茸育成ゲームの。嘘だろ、おい。さあ、行きましょう。松茸育成ゲームです。タイトル、松茸を、あとは松茸。まあ、あとはもうね、金を植えて、金を松に植えて、もうあとは松だけ。さあ、売れるかな？お、今週のおすすめ。一ひねり欲しかった。本当に？ひねったよ。一ひねり欲しかった。好み悪か買いが。まあ32点。もう電取りした。オッケー。
や、ただ似たもんが発売されてんだよな。なんだよ似たもんってよ。似たもんって何なんだろうな。これ宣伝広告打っとくか。飛行船飛ばしとこう。松崎薬ゲームの飛行船飛ばしとこう。オッケーオッケー。結構効果あるな。はい、オッケーです。さあ、初動55万本。まあ、売れるわな。ただ売れてるけど、やっぱ前回のヒットがあるからな、やっぱりな。いやー、ちょっと次のやつ、ラボリューションみたいなやつ行きたいんだけどな。いけねえな、このままだと。あっという間に100万本売れたな。この会社すげえぞ。この会社何でも売るぞ、これ。シミュレーション4に行っちゃったな。傑作だったんだ。いやー、同じものが発売されてなければな。同じものが発売されたもんな、やっぱりな。悲しいな。さあ、どうしようかな。次か。ミステリーとかね、いいけどね。時代劇、ロボット。恋愛。傑作、恋愛シミュレーションが傑作だよね、そんなもんね。どうしようかな。ホラー、戦国、ファンタジー、ちょっともうファンタジーのもう、なんもなし。ファンタジー、シミュレーション RPG、なんもなし。ちょっともう、一個言ってみる？アクション RPG とファンタジーなんてもうあんたもう、これ止まんないよ、あんたこれもう。あんたもうこれ絶対もう売れるよ、これ。止まんないよ、これ多分、あんた。あんたたち？あんたたちこれね、もう止まんないよ、あんた。これはもう本当に。本当に止まんないと思うよ、多分これ。もう売れまくると思うよ。ビル作りのビルとかじゃ、ちょっと太刀打ちできないぐらい多分行くと思うよ。斬新さはちょっと欲しいな。ビル作りのビルなんか目じゃないぐらい多分、これ勝つよ、多分これ。どうだろうな、親しみ投げるか、ちょっと。で、マニアック3ぐらいあるとくか。OK。いや、ファンタジーのアクションが RPG なんかもう、もう孫うことなく大ヒット作品になるよ、これ。さあ、誰にしようかな。いや、誰にしよう。ジョビンかな。藤山不二雄前回言ってんだよな。いや、ここはもうちょっとジョビンにかけてみるか。行ってこい、ジョビン。よし、ファンタジーだぜ、おい。ファンタジーだぜ、ファンタジーだぜ。ファンタジーアクション RPG だぜ、おい。こんなもん売れねえわけないだろ。絶対売れんだろ、こんなもん。何があっても売れるよ、こんなもん。同じようなものが発売されても売れるよ、こんな。前回やっぱ松茸 RPG かな。うおー、すげえすげえ。ジョビンが頑張ってる。すげえ、ジョビン超頑張ってんじゃん。うおー、60いっちゃった。人気出そうな組み合わせですね。そうよ、そら。そらそうよ。そらそうよ。まず、ドンデンの口癖出ちゃった。そらそうよ。さあ、ほら、マッチしてる、マッチしてる。社長、グラフィックアップ。もちろん、行ってみようよ。上げてみよう、グラフィックさ。どんどん上げちゃおう、どんどん上げちゃおう。よし、いいね。いいね、花。花はいい女なんだよな。花さん、花って聞くとやっぱりある、プリズンスクール思い出すな。あれ？プリズンスクールか。さあ、ちょっと俺ね、ここでね、もう宣伝広告打っちゃってもいいと思う、俺。あ、金足んねえわ。ちょっと、キャラバンカーが走る。ああ、あんまり。やっぱ女は見ねえ、キャラバンカー。失敗したな。あんな打つぐらいだったらもうちゃんと打ちゃよかったな。キャラデザ。キャラデザか。キャラデザなんかもうな、やりたいやつにやればいいんだよな。これはいけそうだな。花さん。結局花なんじゃないか。やっぱ花すげえいい能力だな、花な。まあ、ようファンタジーだな。花。お、いいね。花、コツ掴んできた、花。コツ掴んできたよ、花が。花がコツ掴んできた。もうちょい追加してくれる、花。いいぞ、花。いいぞ、花。花、いいね。花が、やっぱもう、モチベーションが違うもん、やっぱりね。ゲームに対する。すげえ、すげえ。すげえぜ、おい。あとはもう音楽だけだぞ、これ、おい。これもう音楽だけだ。これもう絶対売れると信じて、俺もこれもう、ちょっと月面広告売ってやろうかな。絶対売れっから、これもう。月面広告売ってやろう。ほらほら、もう月面にこれ出してんだから、もう売れるよ、こんなもん。月面出すだって。はいはい、ゲーム対象。またか。すげえ、1年って早いな。はい、次のゲームね。ベック。そらそうよ。音楽賞じゃねえんだな、ベック。待つだけを待つだけ。そらそうよ。うわぁ、準グランプリか、ビルズグリル。ちょっと待って。ちょっと待って、グランプリこれ誰？おい、ブラジャー合唱団かよ、おい。ブラジャー合唱団はそれ取るよ、ブラジャー合唱団だもん。
ブラジャーの合唱団はそれ通るよね。音楽作りましょう。音楽か。音楽な。第一智子。第一智子かな、ここは。はい。行こう行こう。いや、もうこれも結構もう、間違いないから、もう音楽だからやっぱ。あれ、もう、ファンタジーのもう、あんた RPG なんかも、これはいいね、いいね。音楽あってこそよ、これもう。いいね、いいね、いいね、いいね。これ大ヒット間違いなしじゃない、これ。来たんじゃないか、これ大ヒット。大ヒットすんじゃないか、これ。もしかすると。ほらほら、これビル作りのビル超えるぞ、これ。松茸を待つだけ226万本。いったね。これマジで超えたんじゃないか、これ。ビル作りのビル。余裕で超えたんじゃないか、これ。よし、30作目。来た。さあ、何しましょう。タイトル、ミスター・プレジデント。ちょっとなんか、ファイナルファンタジー的なやつつけたいなと思って、ちょっと、外国語にしようと思って、キーボード打つときに M 言ったらミスターが出て、お、なんだっつ、ミスターって言ったら、次プレジデント出てたんで、もうこれでいいやと思って。なんでもくなっちゃった。もう思いつかない。ファイナルファンタジーみたいなやつ。いけ、ミスター・プレジデント。ヒット間違いなし。殿堂入りかな。ひとひねり振った。文句なく今週のおすすめ。おっしゃ、来た。これらも絶対に売れるぞ。ミスター・プレジデント。ほら、売れてる売れてる。間違いない。ほら、もう100万本いっちゃったもん、ほら。すげえな、163万本。これは来たろ。これは来たろ、もう。ここで月面広告でも打とうかなと思ったけども。お、大人気雑誌で、お、来たね。俺はここでね、社員の教育だと思うんだな。ここで。ちょっとね、俺らは、一回ちょっとまた題材を見つけた方がいいと思う。うん、やっぱ題材を見つけに行こう、やっぱり。ほら、アニメ鑑賞とかさ、藤山不二雄にとにかくいろんなものさせようぜ。なんか持ってくんだろ。パンチラ。ほら、来た来た。パンチラ来たろ。ゲームで遊ばせよう。どん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 。新しい題材よ。とにかく。俺もジョギングにも行け。サボるな。何もサボるな。よし。まあ、藤山不二雄こんぐらいにしようか。杉本さん。研究所行ってもらおうか。何の研究所かわかんないけど。行ってもらおう。オッケーオッケー。さあ、シナリオ書けなくなったな。国内旅行だ。そうなったら。行け行け。オッケーオッケー。能力アップ。オッケーオッケー。さあ、あとは、瞑想もしてもらおうか。とにかくね、とにかく、この、社員に何かをさせる。ネットサービスもさ、わ、ああ、くそ。これだから。これだからよ。さあ、ジョビン。ジョビンもなんかもういろいろしてもらおうよ。はい、ジョビン。オッケー。エジプト、来た。これでも完璧だ。パンチラとエジプトでいいもんな。さあ、お金も貯まってきたので、そろそろ、新しいゲーム開発いけんじゃねこれ。もしかすると。いけそうだな。行ってみようかな。ここでちょっと勝負かけてみっか。行ってみよう。プレステータスで俺は頑張ってたけど。やっぱりここは新しいシェアに行ってみよう。800万台 25%。行ってみようよ。おい。資本力が問題ないでしょ。おし、来た。じゃあ、とりあえずちょっとお金が貯まるまで待とう。ちょっと待とう。ちょっとミスタープレジェントが売れっから。でも、ビル作りのビル超えねえな、やっぱりな。ビル作りのビルが売れすぎたんだな、やっぱりな。あんな売れるか、ビル作りのビル。あんな売れる作品じゃないだろう。どうしようかな、次。そうだな。アクション RPG。アクション RPG 何でもいけんだな。まあ、恋愛シミュレーションだかな。戦国。戦国でなんか作れねえかな。戦国のアクション RPG とかいいんじゃない?どう?これいけんじゃねえかな。戦国なんかみんな好きだろ。戦国ってのはみんな好きだろ多分。わかんないけどさ。戦国はみんな好きだろ。親しみやすさはちょっと5ぐらいにしようか。世界観は5ぐらいでいいかな。で、まあ、リアルさもまあ5ぐらいでいいかな。あら、全部5になっちゃう。こんな中途半端なゲーム作っていいのかしら。まあ、いっか。1個ぐらい中途半端なゲーム作っとくか。戦国 RPG ですよ。これはいけるでしょう。
ほら、戦国のためのいい案浮かんでるって。さあ、これいけるだろう、戦国 RPG。 今ちょっと不安ではあるけどさ、やっぱり戦国 RPG？ 戦国アクション RPG？ 何のこと言ってるんだろうちょっと思うしな。でもなんか藤山不二雄頑張ってる、すごい頑張ってる藤山不二雄。あ、すごい頑張ってる、これは面白くなるぞっつってる。ちょっと頑張ってほしい、これは面白くなるっつってるから面白くするしかねえな。お、マッチした。お、やったやった、マッチしたんだ、よかったよかった。まあ、マッチしねえわけねえもんな、こんなもんな。社長、独創性アップ。いいでしょう、いいでしょう、行きましょう。研究データなんかいくらでも使っていいよ、もうこれ。あり余ってるもん。行ってこい、行ってこい、ガッテムちっちゃま。ガッテム乳酸。乳酸って気持ち悪いな。乳酸。まだ父山の方がいいもんな。乳酸、乳酸だったら。あ、すごいすごい。わ、すごい独創的だな、ガッテムちっちゃま、やっぱり。圧倒的な独創性じゃん。お、レベル2に進化。圧倒的な独創性。ああ、すまん。我が社はまた2億借金を使っちまった。すんまん、みんな。また私たちは2億も借金を持ってしまった。すまんな。いつも俺は2億借金を持っちゃう。このゲームが売れなかったらもう倒産だ。すまんな。2億も、2億もやってしまった。やっちまった。みんな頑張ってくれ。もう給料払え。給料を毎月じゃなくてその一括で年度に納めるのはどうなんだろうかね。さあ、ミスタープレジェントもまあまあ売れて、しかし相変わらず我が社には2億の借金がある。お、あ、世代交代した。あー、やっちまった。大変だ、みんな、世代交代が起きた。音楽、音楽もなぁ、もう。藤山不二雄さんに貸すよ。もう戦国のゲームの音楽なんかもう、おどろおどろしいのでいいんだからもう。ドゥドゥダー、ドゥドゥダーみたいなやつでいいんだからもう。俺でも作れるよ。ごめん、嘘ついて、俺は作れない。いいねぇ。いいねぇ。なんか平均的に全部100超えるようになってきたね。いいよ。あとは音楽だ。なぁ。あ、でも面白さがちょっと、抜群だな。おぉ、来た来た。また行列もできちゃってさ。はいはい。もう2億あっからな。アイテム屋さん、何も買えないのよ、だから。毎年この季節は借金あっからさ。やめてくれ。もっと早い時期に来てくれ。2億借金あんだぞ。2億借金あんのかよ、うち。とんでもないな。さあ、行きましょう。ラボリューションの初のアクション RPG 戦国です。タイトル、安土桃山戦国絵巻。漢字8文字のゲーム見たことないんだけど。漢字8文字のゲーム。まあでも多分面白いだろうから。見てみよう。安土桃山戦国絵巻。売れんのかな？いいね。お、マジか。グッジョブ。あれ？一品に欲しかった。あ、でも初の10点が出た。でも今年一の出来栄え。さあ、来た来た。さあ、借金返せるかな？お、ソニーが新しいハード。マジか。やっと取ったのに。プレスポケット。あ、PSP の方かな ?600 万台。ちょっとこれはいいんだよな。モンハンを作りたいな。お、借金返した。一発。100万本。さあ、超えました。1位でした。さあ、売れてるね、しかしね。お、大人気雑誌で紹介。そうだな、やっぱ若い世代がな、やっぱ人気ねんだよな、うちな。これ月面広告か、こら。これ月面広告だな。こら。これは月面広告だ。月面に安土桃山戦国絵巻って書こう。オッケーオッケー。オッケー。いいよいいよ。いいよいいよ、売れてる売れてる。売れてるじゃないのさ。さあ、ここでもう一本作るか。やっぱラボリューションはやっぱりまだ人気あるだろう。さあ、ここでちょっとなんか一個。なんかあれだな、ちょっと、それ何っていうの出したいな。育成。なんかあるかな、なんかあるかな、なんか相撲選手育成したいよな。やっぱ相撲選手育成して相撲レスラーをやっぱ育成するゲーム作ろう。これはもうリアルな、リアルリアルリアルなやつ作ろう。リアルなやつ作っていこう。これもと2、これいこうか。
手軽さなんかいらないんだよね。やっぱ育成ゲームだからマニアックな。やっぱひたすらマニアックなゲーム作っていこう。うわ、ちょっと録画ボタンが邪魔だな、これ。どうしようかな。世界観。作り込みだな、これな。これでいくか。相撲レスラーの育成ゲームはこれ絶対大事だから、俺。作るべきなんだから、こんなもん。どうしようかな。ジョビン活かせるか。やっぱ相撲レスラーの育成ゲームは作っとこう。やっぱ、一回ぐらい作っとかないとね。やっぱ通る道だからゲーム会社が絶対。相撲レスラー育成ゲームはさ。しかもリアルなやつね。お、人気出そう。人気出そうなんだ。人気出そうなんだって。じゃあ、じゃあ豪華ゲスト呼ぶか。はい。さあ、前回5万人ぐらい来ましたからね。軽い市町村ぐらい来たわけだからさ。6万人とか言ってほしいよね。すごいな。やっぱヒット作で出てるからな。まぁ、あ、ちょっとビル作りのビル以降出てないけどさ。来た来た。あ、来た来た、6万。6万7千人か。ビル作りのビルがやっぱ売れすぎたな、ちょっとな。あれのおかげでやっぱうちがちょっと今、どうにか会社立ってる感じするもんな。ビル作りのビル。ビル作りのビル2作んねえな。あんだけ売れたらな。お、2ポイント増加。なんだ？グラフィックアップ。いいでしょう。5000万。5000万かんな、グラフィックアップな。オッケー。ちょっとそろそろビル作りのビル2作んねえとな。ビル作りのビル2待ってる人いるだろう、多分。あんだけ売れたんだもん、やっぱり。マリオみたいなもんでしょ？スーパービル作りのビル2みたいな。スーパービル作りのビル。はい、キャラクターデザイン。キャラデザーか。まあ、フランスワーズ花に任せりゃもう相撲のためのいい絵が浮かんでた。ほんとかい。やっぱジョビンが案出して、フランスワーズ花が絵描いてるからな。外人がひたすら作ってんだよな。外国人にひたすら相撲育成ゲーム作らせてんだよな、俺。大丈夫かな？なんか国際問題とかに発展しないかな。なんかひたすら相撲レスラーの絵描かされたっつってよ。フランス当局になんか訴えられねえかな。すげえ綺麗。絵がすごい、すごい綺麗なゲームになってる。音楽か。いや、もうミルクプリンスキーしかないだろ、こんな。やっぱり相撲の音楽はやっぱり外国人作らせるしかねえだろ。おいおいおい、ミルクプリンスキー。おいおい、もう作れんだろ、お前。おい。なんだ、もう。おい、いい、いい、まあ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 。まあ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 。まあまあだな。外国人にやっぱ相撲のゲーム作らせるのはちょっと難儀か、やっぱり。酷か、ちょっと。しかし、絵がどんどん綺麗になってる、やっぱり。お、牧草性に期待する人々が。いや、絵に期待してくれ。お、安土桃山戦国絵巻。おい、ちょっと待って、よく似たもの発売されたのかよ、おい。勘弁してくれよ、おい。相撲の育成ゲームによく似たもの発売するんじゃないよ。やめてくれよ。しかし、戦国絵巻900万本ぐらい売れたな。よかった、よかった。ちょ、まじ、勘弁してくれよ、おい。よく似たもの発売しないでほしいよな。よし、さあ、何にしようかな、タイトル。入門高砂部屋。ね、あの朝青龍を生み出したあの部屋ですよ。さあ行け、入門高砂部屋。ニコニコおすすめ、グッジョブ。今年一番の出来栄え、すごい。入門高砂部屋こんな売れんだから、大幅な売り上げ。ただ似たもん発売されてんだよな。お、なんだ、古い順に継続できます。はいはい。あら、続編が作れなくなっちゃう。あら、じゃあ続編作んないとね。いや、似たもん発売されてるけど、売れてるな。おし、オッケー。初動だけ見よう。62万本。第1位でした。よかった。売れてます。おし、じゃあ今回はこの辺で終わりましょう。それじゃあまた次回お楽しみに。さよなら、さよなら、さよなら。